強くなれる理由を知ったチャリスティーショー。はい、ありがとうございました。チャリスティーショーですが、今回はオープニングですでにお気づきだと思うんですけど、今回も刃に関することをやっていきたいと思います。ツッコまんかい。そうそうや、まあ前回、まあ、この下に見えてますが、この熱語ボックスを作って皆さん見ていただきましたが、今回はまあやっぱりこれがないと始まらないなというものを作ってみました。それが日輪刀です。こちらご覧ください。まずこちらが、主人公炭治郎の日輪刀。これ僕が作ったんですけど、今回はちょっと柔らかく人を多少叩いても痛くないみたいな、ただ忠実に一応チャーリーと書いてます。こちらがチャーリーの日輪刀です。四国です。今回はまあさっきも言ったように、まあチャンバラしてちょっと遊べるように、まあ叩いても痛くないように、もう柔らかい素材と、あとはもうビリケとテープで一応まあ忠実にというか正確に作ってみました。まあ柱なんで悪鬼滅殺ですね。はい、猪之助の刀を作りました。猪之助の一番のポイントはですね、やっぱり二刀流ってことで、他の人にはないように二本刀を作ります。つばがない分ですね、ここ布を巻いて一応漫画のアニメ漫画の雰囲気を出します。はい、最後にこちら鱗滝さんの一応刀なんですけど、まあ、作中存在しない刀なので、今回はちょっといろいろとオリジナルで刀を作ってみました。まあ、素材はこれは一応アクリルですね。アクリルなんですけど、実はすごい仕掛けを潜ませてるので、皆さん楽しみにしておいてください。見えますかね、ここの漢字4文字ですね、チャップリン、名前が彫ってあります。これは一応チャップリンさんの刀になります。ということで、こちらの日輪刀をそれぞれ作ってみました。刀の製作の模様に関しては、別の映像を見ていただきたいと思いますので、こちらご覧ください。どうぞ。いい感じですね。タッチ面でついてる。何しようとかやろ。いや難しい。ここだけ巻けばいいのか。負にすればよかった。はい、ご覧いただいたような形でこちらの日輪刀を作ってみました。では早速全集中でスポーツチャンバラやってみたいと思います。麺ラーメンつけ麺バクイケメンカレーケガは絶対皆さん、まず、さらにはしないように
ので、我々も柔らかい剣というものを使ってこちらから遊んでみたいと思います。それでは1回戦はアンジェロ、はい、イノスケ、はい、やってみよう。はじめ天使宇宙水の呼吸二の型水車が突き上げ一本はじめ元水柱うろこ滝さこんち水の呼吸十一の型なぎ責務を全うする。ここにいる者誰も死なせない。炎の呼吸五の型炎光、炎光炎光だけの刀だけ硬いんです。これであいつら全員やっつけます。3人まとめて相手してみますよ。ラッドウェイ、うわ、怪我をしないもので必ず作って、強く、あまり強く叩きすぎないように
して皆さん遊んでほしいなというふうに思います。ということで、もう12月ですね。遅くなりましたけど、皆さんメリークリスマス。メリークリスマス。メリークリスマス。もうこういうところは沖縄のところ聞くの、うん、普通に話しようか。歌う歌ってみる。何を自分たちがそこまでこう歌いようわからんだろう。編集で音楽中でさ、強くなれる理由を知った、僕を連れて進め、どうしたって消せないよ、止まらないよ。それでは皆さん、またお会いしましょう。 You can do it! Goodbye!頑張ってみるよ、今更待って。